ポスト9 2021。はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト92021ライブ配信始めていこうと思います。今回は2009年の年末から2010年の年始の、年末年始をやりたいと思います。はい、ぜひ見てください。ツイッチで今回配信を行ってます。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my account ツイッチアカウントフォロー&チャットコメント Please。 アーカイブはまたですね YouTube に、アップロードいたします。プレミア公開2日後24日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel upload 2 days after my YouTube channel channel subscribe and good button please。 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアクセスアカウントフォローお願いいたします。ポストのリポストいいねもお願いいたします。Twitter X my account visit and follow please and repost and good button please。 はい、では、いきましょう。まず所有ウォークですね。所有ウォークの経路を見ていこう。しげちゃんはゴルシしかいないってことは、あ、でもまあここにはゴルシしかいないけど、クラブの所有ヨークにはアシゲちゃんはいる。アシゲは2頭いますね。クランモンタナとアマノルーズ旅か。でも共に0歳なんですよね。アシゲ、なのでアシゲちゃんが不足しているので、アシゲちゃんを買います。所有じゃない、ヨークを買う。1歳のヨークを買いに行きます。1歳のヨーク、日本で足毛の馬ってことですね。足毛毛色か。調べるとどうやらスノードラゴンっていう馬が足毛を所持してるみたいですね。シーツで言うと、スノードラゴンってギフだか、あれスノードラゴンって持ってなかったっけ。うちスノードラゴン持ってたような気がするが、あ、持ってないんだ。じゃあ買いましょう。あ、でもな、シーツじゃない馬の方がいいかもしれない。そんなに牝馬なんともかく押す馬はそんなにいらないんだよな。ということで足レブティゾール、ホエールキャプチャーなんかも有能ですね。
ホエールキャプチャーか。ホエールキャプチャーはいい馬だな、確かに。ホエールキャプチャー、車代の馬じゃなかったっけ。いや違う、車代の馬じゃない。まあでも買ってもいいでしょう。はい、買います。ということでホイールキャプチャーを買いました。これでホイールキャプチャーを入れれば買ってくれるかな。ということで、まず、足毛の馬を買いました。現役に戻って、お、肩のポニョも楽しみです。じゃあ行きましょう。アメリカオークスベーナビスタ一番人気となります。うん、110を超える馬が他にいない。勝ってほしいです。先方はちょっと心配ですが、レースで行きましょう。サンタニタ競馬場 G1、3歳牝馬限定アメリカオークス芝 2000m です。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サンタイムサンドリンク、これはいいスタートを切りました。アイスミント、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサンタイムサンドリンク鼻に立ちます。その後ろからはアイスミント、この馬も上がっていく構えです。ブエナビスタ後方から、もう一度先頭から先手を取ったのはサンタイムサンドリンク、モアフォーエバー、すぐ後ろ、これに続いてミッショナリーコール並んで最高ですね。ブエナビスタすぐ隣にアイスミント、マックスタヒチ、それに続いています。その隣にチャンシーバニアレス、内からはディバインパレス、その外からサマーズスピリッツ、黄色の帽子、サリーダンスーズ、その後ろ並んで4番ガンドリアスペシャリスト、すぐ後ろにユースフルグリーン、並んで2番エクセレントブレイブ、最後方にブエナビスタ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番サンタイムサンブリンク、依然として先頭、並んで13番マックスタヒチ、大きく離れましたモアフォーエバー、ミッショナリーコール、それに続きます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ5番サンタイムサンブリンク、マックスタヒチ、ほとんど差がありません。間を挟んでまだようやく上がっていこうとするが、カーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。もう一気に先頭に立とうとしてる。立ちましたね。強いわ。2番手はガンドリアスペシャリスト、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はガンドリアスペシャリスト、3着にカリムナーガル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブエナビスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。 G1 9連勝強いな。まあさすが牝馬三冠馬です。さあ次行ってみますか。東京大賞典か、天野キャンキャンは2番人気となりますね。勝ってほしいけどな。1番人気アデュジーミツオはちょっと強いかな。それからフリーオーソ、サンライズバッカスと競合馬が揃っております。さあマノキャンキャンですが、先方を変えられます。差しにしましょう。レースです。大井競馬場 JPN1 東京大賞典ダート 2000m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。アジュディミツオ、これはいいスタートを切りました。あ、もう終わったかな。大方の予想通りアジュディミツオ先頭を伺います。トランセンド競りかけていきました。さらにはコスモバルク、7番ナポリザイザー、その後ろトランセンド先手を取りました。少し開いてサンオーアメジスト、これに続くのが売り要素、内からはエルガンドリア、アマノキャンキャン、後ろからになりました。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。サンライズバッカス、それに続きます。カフェこれがどう影響するか。新刈りから名称闘魂、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から中段からの競馬です。レースを引っ張ります。並んで G1 馬トランセンド、少し間が空いてサンオーアメジスト、コスモバルク、すぐ後ろその外からフリーオーソ、これはすぐ後ろにコスモバルクも言うんですね。さらにはカフェシステム、その隣にエルガンドリア、後ろからの競馬になりました。アマノキャンキャン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。さあ先頭は依然として5番アジュディミツオ、トランセンド、ほとんど差がありません。間を挟んで3オーアメジスト、3番手アマノキャンキャン、この位置から届くのか。さあアマノキャンキャン上がっていくが、4コーナーカーブから直線コースに向きました。アジュディミツオには届くのか。先頭リードは1馬身から2馬身っていうか逆に伸びないや。先頭は依然としてアジュディミツオ、一気にフリー要素、ここでようやくアマノキャンキャン、アジュディミツオ、アジュディミツオ3着か。1着、2着にはどうやらフリー要素、3着にアマノキャンキャン、見事に中央の強豪を退けました。アジュディミツオ、この馬は強い。阪神カップです、1番人気天の椿となります。2番人気天の想定内、そしてクラブは凱旋愛知博が3着、3番人気。天の椿グリグリですね。素敵に進出決定、想定内は丸がついてるが、ダイジェストいきましょう。阪神実阪神カップ芝 1400m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。凱旋愛知博先頭、残り 200m を通過してここで先頭変わって天の椿、2番手は凱旋愛知博、天の椿、この馬で決まりか。天の椿1着、天の椿完勝、2着は凱旋愛知博、3着に天の想定いない、これが G1 馬だ。天の椿スパキは10頭勝ちですが、想定内は3着ですに敗れましたね。さあホープフルステークス、カタノポニョ登場、1番人気。クラブは3頭出ております。うちビクトアルピサが2番人気、凱旋浅田真央が4番人気となっております。本州本命はビクトアルピサですね。それ以外は片野ポニョが二重丸を独占しております。ではレースいきましょう。2歳の来年のクラシックを促うレースです。中山競馬場 G1 ホープフルステークス芝 2000m です。来春の飛躍を期す若駒たちが暮れの中山競馬場に集結しました。皐月賞と同じ舞台でその素質の高さをいち早く示すのは果たしてどの馬か。 G1 ホープフルステークスいよいよ発走です。
さあ最後は大外枠のペルーサ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。レーシングフラッシュ、これは好スタート。ヘルスクリーン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してトレイルブレイザー、鼻に立ちます。その後ろからは凱旋浅田真央、この馬も上がっていく構えです。もう一度先頭から、先頭はカタノポニョ、短期の逃げに持ち込めるか、うん、ピンクの帽子、予想通り逃げましたね、カタノポニョ。その後ろ、内からはレーシングフラッシュ、その隣にトレイルブレイザー、マークします。すぐ後ろにアグネスワープ、さらにはウェーブベルーガ、この辺りで各馬第一コーナーをカーブして第二コーナーに向かいました。エルスクリーン、そのうちに続いています。オリーブフォレスト、それに続いています。内からはメジロダンディ、並んで10番オリーブハビット、すぐ隣にペルーサ、これに続くのが成功来航、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで14番アドマイアパーチ、タイキサクルメント、すぐ後ろ、さあ先頭は依然として13番カタノポミョ、トレイルブレイザー、ほとんど差がありません。アグネスワープ3番手、さあカタノポミョ、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ4コーナー、カタノポミョ先頭、残り200メートルを通過して、カタノポミョどうだ、見せる、アイチャップも差を詰める。ペルーサ先頭、ペルーサか、一気にビクトワールピサ、うわビクトワールピサだ。1着、2着は微妙です。安城お見事、 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはビクトワールピサ。カタオポニョは危ない、2着でしたね。まあ確かに自家製サンバではあるんですが、さあ有馬記念です。4頭フルで出走、いずれも天野のオリジナル馬です。他クラブ馬ウォッカはじめクラブ馬は4頭出てますね。豪華メンバーと言っていいんじゃないでしょうか。次回の生産馬が4番人気までを独占しております。その中でも20丸結構割れていますね。春がちょっと落ちるぐらいか、わからないですね。本鉄板一番人気は天の世界に花ですが、本誌お目は天の iPod、 天のブログを伊坂さんが20丸つけております。おっか、白三角までか。ドリームジャーニーもいますね。まあ2万人先方どうするかですね。iPod 先行策、ブログの冊子かな。レース行きましょう。年末の総決算、この競馬今年の競馬の総決算グランプリ有馬記念中山芝 2500m G1 です。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠の凱旋サオバケヤ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。デルタブルース前に行きそうです。天のアイポッド、それに続いています。さらには凱旋サオバケヤ、7番天のハウル、その後ろデルタブルース、先手を取りました。好位置をキープしています。天の世界に花、その隣にカンパニー、これに続いて当選ジョーダン、黄色の帽子エアシェイディ、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチ、まずはアイポッドが
先頭ですね。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。天野ブログすぐ後ろ、その外にオアシスセッション並んで、9番星雲ワンダー並んで、ビクトリアマイルの勝ち馬ウォッカ、すぐ後ろにアプレザンレーブ並んで、12番凱旋シロプランドリームジャーニー、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりからマルカシェンク、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から8番アマノアイポッド、一気に先頭に立ちました。その後ろに凱旋サオダケヤ、その後ろからはエアシェイディ、少し間が空いてアマノハウル、並んで4番デルタブルース、カンパニー、この馬もこのグループ、すぐ後ろに星雲ワンダー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ最強王者アマノアイポッド、2番手はエアシェイディ、凱旋サオダケヤ、3番手アマノ世界の花、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか、後続集団も追い上げにかかります。これアイポッド強いな。先頭はアマノアイポッド、4コーナーカーブからつまらないやん、全然アマノアイポッド先頭、残り 200m、 アマノアイポッド持ったまんまだ、後続を大きく引き離しました。ちょっと届かないじゃないかな。天の世界に花、天のアイポッド、天のアイポッド、1着2着逃げ切ったな。3着に天のハウル、今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ制覇、天のアイポッド、天のアイポッド勝利、ウィニングランです。ハウルが3着、ブログだけはちょっと落ちますね。クラブは当選状だが4着、あれウォッカは12着か、ちょっと距離長いのかな。春秋グランプリ連覇、天のアイポッドになります。世界花を検討しましたが、ハウルが3着、アイポッド一番人気だがどうなるかな。あ、でも乃木坂の歌、レース行きましょう。さあ、いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年勝った馬しか出られないんだな。冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のキーゼルバッハハブリ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。ヨシプライド前に行きそうです。デビルルーズそれに続いています。さらにはアイポッド行きますね。12番ダイナマイトキング、その後ろコーナーは折りしてる感じです。これには場内もどよめいています。間が空いてブルーシンドラー、その外にベストミラー、その隣にキーゼルバ、これ先行作なんですよね。アイポッドコーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。すぐ後ろにジューダ、乃木坂の歌、すぐ後ろペリカマーチング、そのうちに続いています。さらにはドルチェ、赤の帽子、アパパネライミ、その後ろ、その横にクイーンページ、これ下がりましたね。すぐ後ろにロージアサミン、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その後ろにボーリングユー、しんがりからスターオーシャン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から11番デビルルーズ、一気に先頭に立ちました。その後ろにベストミラー、並んで16番キーゼルバッハハブリ、1番人気のアマノアイポッド、現在先団に取り付いています。その外からジューダ、並んで12番ダイナマイトキング、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として11番デビルルーズ、キーゼルバッハハブリ、ほとんど差がありません。どうでしょうね、こっからだよな。でも置かれてんな。
鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はティーゼルバッハブリ、ティーゼルバッハブイ先頭。残り 200m を通過して一気に後続が抑えかかってきた。全然ダメですね。一気にドルチェ、ドルチェ、ドルチェ先頭だ。ドルチェ、ドルチェ1着、2着はジューダ、3着にティーゼルバッハブイ。勝ったのはドルチェ、このレースを制したのはドルチェ。わ、全然ダメだ。今週のランキングってなんだ。うん、お、成長度 B とか C か。はい、強いな。ハイポッド3着までを独占しました。こちらはポニョを勝てませんでしたね。ビクトアルピサにやられましたね。ここも天のキャンキャンが勝てず、天の椿は貫禄ですね。ニコニコとアブゼラネーム、これは、あ、花咲か。そうですね、ニコニコ言い勝ったっていう感じですね。こういう接戦をもっとあのライバル対決取り上げてほしいとこです。なるほど。まあ、たくさん送り込みましたからね。まあの、まあ、結構それなりに勝てたんじゃないでしょうか。ここすごいな。浜のローマ、イナバウアーも勝ってるしな。はい、さあ、表彰式です。こうなってます。ビクトアルピサだけ本当に残念ですよね。デルタブルースとビクトアルピサだけ取れなかった。他全部所持馬が取れてるんで本当に惜しい。まあ、こちらオーケンブルースリーを出してるし、こちら肩のポニョを出してるんですけどね、いつも2着に敗れてしまいました。それ以外全部勝ってるんですけどね。おお、今のニコニコ三冠なんですよね。そんな、お、まあ今年もに両方とも通ってくれました。さあどうなる。アマノニコニコ、ブエナビスタ、参加は両方通ってるんですが、それ以外の G1 では明暗があるんですよね。昨年はディープスカイにやられましたが、ニコニコ、それでもニコニコなんですね。あ、全然あのブエナビスタはランクインすらしていない、票すら集めてない。結構今年は接戦でした。グランプリ春秋連覇のアマナイポッドとかもあったんですが、
お、3頭選ばれてますね、最優秀は。お、やった、金引きりです。米国年度代表は7戦7勝、ドバイワールドカップ、 BC クラシック、サウジカップ、ダートのビッグレースを独占しましたね。送り人だけか、これは無理ですね。シーザースターズが選ばれました。はい、ディンヒル、単票を見ていこう。まずノートレってダメなのかな。ちょっと開口気味ですが、まだまだ頑張ってくれると思いますよ。だってな、でも G1 一緒だからもう期待薄だよな、うん、引退だね。ノートレは厳しい。あとはフューソナー好調、とても充実してますね。来年も G1 戦線で活躍できると思いますよ。ちなみに11勝か。まあもう1年走らせてみようかな、フューソナーは。あとセカチュですね。ちょっと、あ、15勝してるのか。まあこれは大丈夫だろうな。うん、セカチュは引退させます。あ、ダイワスカレット戦引退済みで超堅実派、副勝率パーフェクトすごいな。大人に、しかも20勝、G1 17勝ですからね。素晴らしい成績と言えるんじゃないでしょうか。セカチュ、金の像獲得です。ジュピターです。あ、金の像を取ることができました。うん、ギリギリまで頑張ってよかった。大阪杯でリーチかけたものの、それから全然惜しかったりダメだったりしたからな。これ取れてよかった感じです。着歌は金の像獲得、着歌も芝だからな。着歌もギリギリ間に合った感じで良かったですね。こっからか。金引きりすごい、25勝73億、前人未到じゃないでしょうか。え、これ3着以下ないんじゃないの。こっちこそ超堅実派ですよね。ドバイワールドカップに負けて、あ、それ以外負けてないんだ。それも翌年にはちゃんと巻き返しましたからね。ね、引き見事です。お、シャメールになるかノートレになるかですよね。
めるケットはスマートストライクベガ、スマートストライクってミスプロか。まあこっちはミスプロなんですよね。シーキンザゴールド、母がフェアリードールか。フェアリードールってどうなんだろう。うん、なんかこっちのこっちを残したい個人的には。さあこれでタキオンが、タキオンこれは引退か。早いなタキオン。許容停止厳しいですね世界。アマノスターズとかも引退か。うーん、いいシュボバー出せなかったなスターズは。モモカモジとかも74勝か。ライオンハートちゃん、あラスカル鈴鹿もか。お、いいですね。シャメルだけはちょっと残念ですが、本当にだけは実績を持っていながら繁殖できないとはシビアな世界。まあ G1 取ってないけどね。ノートレは G1 取ってたんじゃないの、一勝だけど。金引きりが1500万、着歌が1200万となっております。ディープスカイも1000万か。これサイモンズシューズ系聞いたことないな系統ですね。竹のハッピー、アーキペンコとかか。あ、魔のヒーローがその系統になるわけですね。なんとか継いでほしいよな。嫌です。デジカメ新地系統、キープスカー買いましょう。ん？これは買い取りって買う感じなのか。まあ見送りかな。え？タリシア。チンジャーパーチ。これってどうなんだろう。まあ待ちましょう。あ、コンデュイットも売るんだ。まあ、買いませんけど。ハットを売却しなければなりません。難しいな。マンファスとかかな。あ、でも。ルーズ旅かな。
白プランとかこん、この馬っていや売っちゃダメだよな。ストイックスターもダメっぽい。まあな。まだ早いと思う。パンドラか、個人的には売りたくないな。あと4頭売らなきゃいけませんが、ライラプスってどうなのかな。ライラプスってちょっと天の桜は厳しいと思う。あと2頭てるてるも微妙かな。ポイントフラッグなんで、あ、金札なんだこれ。あ、ゴルシー売ったのか。ポイントフラッグってゴルシー以外ないよな。いい馬。売りましょう。オリエンタルアート。もうオルフェーブルを売ったから、もういいような気がする。こんな感じかな。オルフェーブル、以降は活躍馬がいないよな。まあ、売ってもいいと思う。カメハメハを売ってますね、マーハーさん。でももうお役御免かな。オリエンタルアートも含めて、あ、ドリームジャーニーもあのここの3区なんだ。車内には売られてないな。 OK。そして種牡馬は3頭売らなければなりません。まあ何売ってもいいと思う。この辺は着歌。瞳閉じて、瞳閉じてってマツケン、マツケンは厳しいな。ビフォーアフ
ディープインパクト金引きり。加熱フルーグとか厳しいだろうな。うろう加熱フルーグ。でこれであとは日本から海外行く馬が堕落にあったよ。クラブにブライアンさらば。ブライアーどこに行くの？リリーズファーム。ちょっと提供先を自分で決めよう。天の宮なんですね。天の宮。森永厩舎。清原さんが引退です。ジョッキーですね。ジョッキー新たに 6人で引退もいます。あ、久米秋が悲しいな。伸びてせっかく伸びてきた時なのに、え、なんで引退するんだ。え、なんか闇を感じるこれ。高田大輝も引退ですね。調教師にならないんかな。この辺三浦高専早くもフリー。やっぱりな、某グラビアアイドルと揉めちゃったからかな。ローカルには自信があると和田龍二言ってます。 YouTube チャンネルなんか解説してるみたいですね。あんまり見てないんですが、面白そうです。さあ問題のシーンか。そうなんですよね。で海外馬が結構いるんで選択が難しい。ホエールキャプチャーがクラブ馬、オルフェーブルとフランケルって海外から買った馬だよな。であとはこの辺とか結構有力な馬なんやけどな。いやロードカラーのはもったいないだろう。この辺はちっちゃい落ちるからクラブ行きあってもクラブ行きだろうな。でもあのロードカラーノアかな。でいける。これは売却でいいや。グルーベイブは
ロージーミスト、なんだこれ。3頭ですよね。でロードカナノアが、ロードカナノア結構良かったんじゃなかったっけ。そうですよね。おお。ああ、なるほどね。でもフランケルね、フランケルの方がいいのか。ロードカナノアもいい馬なんですけどね。かける方がいいな。ということで、あと主事できる馬が8頭までってことですよね。まずはこいつか。超大物の風格、なんかすごそうですね。馬名入力さあ、これ2009年か、2009年だから2009年の流行りを記入しないとダメだ。裁判員制度、マイケル・ジャクソン死去、ノリピー逮捕、草薙、何だったっけ、強し、ファストファッション、そうか、ユニクロが流行った年なんだ。ヘッドアクセ、ストローハット、リボンファッション、マリンルック、サルエルピンツ、あとドラクエ9がこの年ですね。インサイト、うん、LED が普及しつつある、ルクエ、キリンフリー、ロッテのフィッツ、民主党政権もこの時、モチェンジの事業仕分け、そうし男子、難しいな。1位がなんかジャニーズばっかりだな、嵐ばっかりじゃん。すごいヒットしたのは、ちょっと音楽って的にはしんどいよな。ルーキーズ卒業か、ダイヤドパール、アルセウス、新20世紀少年の最終章、
余命1ヶ月の花嫁か。またハリーポッターまだまだ健在なんだな。ミネーター4。あとジンが、あれジンってこの年なんだな。ミルブレインボス、君に届け。軽音がこの年、そうか、軽音なんだよな。だから軽音だな。軽音の息なんですよね。肩の軽音、肩の軽音。じゃあ入球をどこにするかですね。あれ、なんで淀川果歩が専属機種になってんだ。フリーじゃないんだ。三上さんのとこに預けましょう。そしてマノナちゃんがクラブ。ちょっとあとで、名前をつけます。ロンバケが、ロンバケを2本ですね。ロンバケはオス馬です。型の、ロンバケだろう、ロンバケ。民主党。石川遼か。ガス。でもハニカミってなかったっけ。政権交代か。民主党、歴女。事業仕分け、脱官僚、派遣切り。ただしネット流行語大賞はただしイケメンに限るか。小川景子とはいいんだよか。あ、バリバリか、やばいな。え、キリンフリーって OK だよな。エコカー、エコカーって、エコカー制度自体どうなんだろうな。あ、ツイッターがそうだ、これ普及した年なんだな。じゃあ、もはや X となってますが、型のツイッター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 。型のツイッター、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 型のツイッター。
タタノツイッター、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 タタノツイッター。難しいな。まあ入球武田さん、で、シキンザパールは万戦普通、万戦普通はしんどいな。ちょっと消去法でこれ言ってみるか。タノマイガール、いいんじゃないかな。アマノマイガール、カタノマイガール、カタノマイガール、入球、森球者。あと5頭ですね。なっちゃんかな。ベストセラーボもありましたよ。 YQ84、 あ、そうだ、村上春樹は1984か、星空の守り人とかあるな。ドラクエ9か。で、クロコのバスケが、いや、ベルゼバブがこの年からですね。メダカボックス、教会の輪廻、マギモか。フィッツかな。フィッツ、アマノフィッツ、アマノフィッツ、
大森さん、あと4頭か。やっぱり事業仕分けだから蓮舫だな。天野蓮舫、天野蓮舫、どこに行くか。萌さんでもいいけど、三上さんか。ちょっといや、違う。青島さんで。金札まで取りたいな。それから。エアトゥーレ。ルーズ旅ってどうなんかな。ルーズ旅ね、ルーズ旅は売却だな。肩のアッパー、オスヒ、ヒンバばっかりだな。ヒンバばっかりか。装飾男子、子供店長、ルクエ、インサイト、派手すず、ストローハット、サルエルパンツ。難しいな。マツダスタジアム。山向き無縁ファッションって、つまり山があるってことか。あ、漢字になっちゃってる。型の山がある、型の山がある。ちょっとまあ厳しいな、この辺、この辺になってくるとさすがに。あと2頭ですね。お、天のドレミ。オス馬ですね。
型のインサイト、型のインサイト。森永厩舎。とは気がする。結局スピードがないと辛いもんな。まあもうここまでかな。あとは値段、売却額を見てみよう。ベガやクトベガになってるけど、この辺はちょっと高く売れるうちに売却だろうな。ラブマシンはクラブでいいや。凱旋ユニクロ。スフェア東証。スフェア東証ってこれシーツバじゃないの？そうだ、シーツバだから。ああ、なるほど、高砂東証の3区なのか。森ファッション。ルームウェア言われてもな、よう分からん。
ジョハ9の愛のままでって何だったっけ？これ演歌なんだ、愛のままでって。凱旋愛のまま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 。もうほら。凱旋愛のまま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 。こちらは。審査料08。なんか嵐がねえ流行りすぎてるな。あ、歴女ってこの年なんだ。凱旋歴女。凱旋歴女。間違えた。でファストフなんか頻繁ばっかりだよな。凱旋積み木へ。凱旋積み木へ。リアルインパクトはこれシーツバだから置いといて、ホワイトウォーターヘア、てかこれなんか売りすぎてるな。
当選レーブとかいらんよな。当選レーブ売ります。ちょっとこれ多い、多すぎるな。あえて買ってんの裏あるな。白い馬だから、なんでだろう、なんであえてあれするんだろう。まあ、でいいよな。コラボ馬で言えばロードカラーノアとホエールキャプチャーとセレブリティで十分だからな。ストームソング、また全部牝馬じゃん。もうダメだ、これユニクロ使うしかないや。あ、ユニクロあるんだ。いや、違う違う違う、ユニあるんだ。あ、あるんだな。じゃあガイセンシーアケ、なんでこんなにクラウヒーバーばっかりなんだ。ストローハットヘッドアクセ LED 電球か。いやー難しいなー。ドラクエ9ってだって普及したの間違いないんだよな。子ども店長とかもね、あと10と11ぐらいだもんな。まあでも8結構ナインは試金石だったと思うんで、で久しぶりに凱旋ドラクエ、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 うん、これでいいや。売ります。社内には全然売れてないね。リアルインパクトグランプリボス売っちゃったけど、これで良かったのかな。
で、こちらはシーツ場は格を上げよう。もちろん1億円あ、世代交代か。これで2010年になりました。いや、牝馬ばっかりでちょっとなんかオス馬さあ5頭だから抽選が5頭か。アンドリアスペシャリスト、うん、そうなんだ。まあ姫神ナムレイヤーも長いもんな。わかる。ひたぎさん、下木さん、ちょっと関谷さんに行きましょう。いいえ、オルフェーブル、まあ当然だな。豪華な報酬って何？まあ三冠馬を目指してます。オルフェーブルは。というわけで1月1周やってまいりました。この1月1周のレースまでお届けしたいと思いますが、少しちょっと1分ほど席離します。お待ちください。はい、お待たせいたしました。では、再開いたしましょう。勝ちたいんや、まだ勝たねばならない。ラストの年ですからね。世界に花は、まあもう
かまだあの引退してないんだ、まあ、世界に花引退させてもよかったかもな。ん、あーそっか、芝もダートもどっちもいけるんだ。そしてキンシャサの奇跡はまあ当然、まあ、今年いっぱいですが高松宮記念を目指します。他は何か目指せるレースはあるかな。こことか、ゲド戦記いるんだ。こことかかな。あ、ここもいいですね。でも賞金が安い。こっちも賞金安いよな。これはちょっと距離が微妙に長いしな。まあ、ここ行ってみるか。今放牧はしてるよね。ん、ちょっと待って、ね、この場合キンシャサの奇跡はあいいのか。で気持ちいいが今何勝、9勝だけど3位勝ち星を積み上げたいってとこですね。ブログはまだまだ、もう今年いっぱいは走らせたいってところか。大阪杯行ってますが、え、こんなに稼げるんだ。まあ3月か。でもちょっと距離長いよな。ネオタームカップってこんなに稼げるんだ。じゃあこれ出しましょう。でアミーゴが、うん、HCC は微妙に距離が長いな。ハニカミン、ここもいいけど、あなるほど、短距離ダート戦もあるんだ。で小泉が大阪杯か。小泉をもうあの行けますからね。あ、まあ引退させてもよかったかもな小泉。でハウルも大阪杯でもハウルは。京都記念あたりかな。京都記念レース出るんだよな。じゃあ中山記念はハニカミがいるのか。
まあいいか。ゲド戦記が、ゲド戦記千の風が、この椿は、なるほど。ルヒって発祥か。イナバワーが3勝。イナバワーは優先すべきだろうな。勝ちでいくことを。冒険ブルースリーもいるからな、ニコニコもいるから難しいな判断が。両方ともダートなんだな、走らせにくいな。このレースかな、ランベット。ってことはキャンキャンちょっと疲れが心配だな。フェブラリーじゃないような気がする。勝ちタイヤが出んのか。サンタニタハンデ、これに出しましょう。ニコニコまだ3勝なんですよね。ハニカミもあと2勝あげたい。ハニカミは早熟なんで時間がないです。ヒーローは遅めか、まあ、まだこれからだけど、まずは重賞取るとこからだな。つぼみはまだあんまり走ってない。惜しかったよな。ミキスタの方が愛知杯走れそう。ツネミクはちょっと考えないとね。いっぱいいっぱいなんだよな。竹豊か。
クリビトって5勝あげてんのか。もうでも早熟だからな、間がないんだよな。ん、あ、こいつ三歳馬なんだ。3月の1週まで、いや、休ませないか。グーが、なるほどね。超堅実派だもんな。そう、千の風、白い馬。ちょっとクラブは？あともうあの三頭買われてるな。ホイールキャプチャー、そう、ホイールキャプチャーだ。じゃあ行きましょう。難しいとこですが、さあ福寿草特別です。1番人気ですね。天のアイフォン、ルーナーシップが2番人気。この2頭の一騎打ちになりそうですね。ダイジェスト、京都に3歳1勝クラス福寿草特別芝 2000m です。4コーナーをカーブして先頭です。さあこれからです。天野アイフォン先頭、残り 200m を通過して天野アイフォンアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はルーラーシップ。アイフォン勝ちましたね。完勝。2着はルーラーシップ、3着にアドマイヤーオレンジ。これは桁外れの強さだ。天野アイフォン、中山金牌、天野千の風です。車台千の風一番人気となります。まあ、G2 も勝っている馬だから、ここは通過点でしかないですね。ダイジェストいきましょう。中山 G3 日刊スポーツ賞中山金牌芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アスカータソルテ先頭、残り 200m を通過して、届くのか。先頭は依然として来た。アスカータソルテ、天野千の風かわしました。天野千の風先頭だ。天野千の風、天野千の風1着、2着にはどうやら凱旋決命石、1番人気に応えました。天野千の風見事です。お、新調教師を紹介です。さあ、そして天の浜の
花盛りが京都金杯出走一番人気、伊坂さんのおいて全部二重丸ですね。リーチザクラウンが対戦相手になりそうです。食折りあたりまでかな。ダイジェスト、京都 G3 スポーツ日本賞京都金杯芝 1600m のマイル戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負、テンマイブリング先頭、天の花盛り先頭、引き離しにかかる。残り 200m、 これは完全にちぎれた、うん、2番手はリーチザクラウン、後続は大きく離れた。天の花盛り落ちましたね。1着天の花盛り完勝、もっと差を広げてほしかったが、3着にリーチザクラウン、一番人気に応えました天の花盛り、見事です。黒田決勝、天の宮主戦を勝ち抜いて出ました一番人気、クラブ馬も3頭出ていますが、そのうち凱旋夢叶えが2番人気、凱旋ジュピターが3番人気となっております。マリコイヌにも20丸ついてんな。ダイジェスト、中山一生3歳1勝クラス黒竹賞ダート 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか、残り 200m を通過して凱旋マリコイヌ意地を見せる。マリコイヌ頑張ってる。天の宮先頭を伺う勢い、凱旋マリコイヌ交わせるか、天の宮なんとかかわした。危なかった。凱旋マリコイヌ3着にオリーブスピリット、一番人気に応えました天の宮、見事です。坂さん正解だったんですね。ある意味お、何でしょう。おっと、一歳牝馬を変えるコーナーです。変えるコーナーだけどな、キャメロットってすごいのか。デュラハンって結構有名な馬ですね。でもやめときます。馬の気持ちいいのはあれか、凱旋接近壁だ、リッドクリフ。もうドラクエを買ったからちょっとプラスインだけになっちゃいましたね。ウォッカが引退したからかな、マイナスになりましたね。お、ユニクロ買ってる。ユキエナはまだ2歳馬買ってない、遅いな、いつも。ホイールキャプチャーがまだ買われてないのは幸いですが、早く買ってほしいな。が被ってるかっていうか、福永じゃない、竹豊か。アミーゴは13勝だから福永でいいのか。じゃあ何と福永が被ってんのか。あ、花盛りか。花盛りはでもダートも走るけどな。
フェイト、ネギステークス、ここもいいけどな、賞金が大丈夫かな。ハンデ戦、阪急杯あたりに出しましょうか。まあ遅めなんでまだいけますからね。ちょっとなので、疲れは一気に増えちゃいますが、TJ スミスステークス、武豊かぶってる、ナイトかぶってる、本間椿が大阪杯でええのか。まあでも大阪杯じゃなくてもいいですよね。で1月3週は、あ、なるほどね、初音ミクか。枝てるとか、枝てる乗せよう。これでかぶってるジョッキがなくなったな。あれ、これ1月2週に出走するレース、あ、誰も出ないんだ。じゃあネクスト、クラブ馬が出るかもしれないですけど、フェアリーステークス、クラブ馬、凱旋アボート、4番人気、なるほどな、桜フラワー、アプリコットフィズだろうな。ダイジェストいきましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アプリコットフィズ先頭、あと 200m、 一気に後続がやってきた。強いよな。2番手はコンサートトラベル、アプリコットフィズ、粘る、アプリコットフィズ、凱旋アボート3着か。1着、2着はコンサートトラベル、3着に凱旋アボード、アプリコットフィズ、見事1番人気に応えました。そして新山記念クラブは凱旋赤壁登場。3番人気か。ダイジェスト、京都3歳 G3 日刊スポーツ賞新山記念、芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋赤壁先頭、内からバーディーバーディー、外からベアリースクエア、残り 200m、 先頭は凱旋赤壁。でも勝されそう。先頭2番手は、いや粘ってる、赤壁勝った。凱旋赤壁1着、2着はベアリースクエア、レッドクリフ勝利、インドフレンド見事に勝ちました。凱旋赤壁さあ、これ香港に2頭出走ですね。ステークスか。で線の風が AJCC なのかでいいのか。 AJCC って複数出ないんか。
花盛りは阪急杯はこれは予定通りか。グーがエルフィンステークス、結構ギリギリだったからな。グーはエルフィンか、まあ遅めなんでもうちょっと遅くても構わないし、ダントの方が向いてるからな。ああ、昇竜ステークスかな。はい。ちょっと疲れはそんなに溜まってないんで、もう一周走らせよう。レーティングか。iPod は、グランプリ瞬時連覇ですからね。はにかみ最上位チャンスです。武豊2400勝となります。レジネッタか、ギリラーメンですね。新山記念はユキナまだ買ってくれない。ホイールキャプチャーまだ買ってないけど買われちゃうぞこれ。一番売れてないのはガイスユニクロか。ラブマシーンの下なんですね。はい、ということで、今週ここまでとなりますね。これ以上増設はできないってことでしょう。はい、ということで、ここまでにしたいと思います。はい、見ていただいてありがとうございます。ツイッチで配信を行いました。ツイッチぜひアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。この動画のアーカイブ YouTube で2日後24日21時頃からプレミア公開でアップロードいたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロードマイ YouTube チャンネル、マイ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひ、アクセス、まだの方アカウントのフォローお願いいたします。また、リポストいいねもお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズビジット&フォローリポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信を統計いたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。